小口博君。委員長。小口君、はい、おはようございます。民主党の大串博でございます。今日は NHK 会長および経営委員の皆さんの発言問題を中心に前回に続いて議論をさせていただきたいというふうに思います。この NHK 会長および経営委員の皆さんの話、まずは会長の話ですけれども、私はもちろん1月25日の就任記者会見における発言、これも大きな論争および物議を醸し、大きな問題を抱えるものだったというふうに思います。しかしさらに私問題だと思うのは、その後の会長としての対応、すなわち、説明が非常に二転三転している、説明責任を果たした形になっていない、すなわち茂木会長の個人的意見だから取り消した、あとは放送法を中心に頑張っていくということに関する発言は、まずは会見の時には従軍慰安婦部分を取り消したという形になっています。しかしそれが1月31日の党予算委員会における原口議員からの質問に対し、茂木会長はすべてを取り消したかのごとく、よくわからないような不明な発言もありました。右左が良くなければ赤と白と言い換えて、こういう意味不明の発言もございました。それが約1週間経って参議院におけるまた一議員への質疑の際に個人的意見を述べたところは全部取り消した、具体的にはこの5項目だという発言がありました。このように発言が常にぶれている、このことがその後の事態の収束を遅らせている、信頼の回復を難しくしているのではないかというふうに思います。そういった中で、会長の会長たる職責を果たす能力、資質に関しての議論をさせていただきたいというふうに思いますが、去る2月の12日、経営委員会が開かれ、ここでこの会長の発言の問題、あるいは経営委員の発言のことも問題になっているというふうに聞いております。議事録も間もなく改陳されるというふうに聞いております。その中で、先日報道がございました。会長、先ほど申し上げたように、個人的発言をしてしまったので、これは陳謝し取り消すと、放送法を守ってやっていくというふうに言っていらっしゃる中で、この2月12日の経営委員会において、発言のどこが悪いのかという発言をされているという報道がありました。茂木会長にお尋ねします。2月12日の経営委員会において、自分の発言のどこがおかしいのかと、開き直りとも取れるこの発言をされましたか。茂木、日本放送協会会長、茂木克君。お答えいたします。私の経営委員会での発言につきましては、この場でその一部だけを申し上げた場合、内容が不正確になる恐れがありますので、私がその内容について申し上げることは差し控えたいと思います。委員長。委員長。大串君。先ほど申し上げたように、1月25日の記者会見での発言が物議を醸し、その後説明をしていかなければならないという重い責任を負った会長です。それが個人的発言だから取り消しますという発言をここで繰り返し行われおっしゃってた、それが2月12日の経営委員会において、その発言のどこが悪いのかということを、発言された。しかもこの議事録は、経営委員会の議事録は法律に基づいて公表されることになっております。通例でいうと、あと1週間のうちにいずれにしても発表されることになっています。それがこの党予算委員会、公共放送のことを議論する集中質疑、2月12日に経営委員会が行われてもう1週間以上経っています。発言できないわけは私はないと思います。ご自分が発言された内容を私ここでお聞きしております。ご自分としてこの経営委員会で自分の1月25日の発言がどこがおかしかったのか、述べたのか、会長として説明責任を果たし NHK の信頼を取り戻したいということであれば、ここでお答えください。日本放送協会会長、茂木克人君。そうだよね。
お答えいたします。まだ経営委員会の議事録は公表されておりませんので、この場でその一部だけを申し上げた場合に内容が不正確になる恐れがあると、こういうことでございます。委員長、委員長。大串君、今理由は発言が不正確になる可能性があるということでしたので、茂木会長に発言をお願いします。2月12日の経営委員会で述べた内容を正確にここでお述べください。日本放送協会会長茂木克人君。正確に答えてください。正確に、自分の言葉ですから。お答えいたします。議事録はまだ公表されておりません。先ほど言いましたように、従いまして私が発言したことについては、この場で申し上げた場合、一部を申し上げた場合には不正確になる恐れがありますので、この場では申し上げることを差し控えたいと思います。委員長、答えさせてくださいよ。委員長、これ答えさせてくださいよ。答えさせてくださいよ。答えさせてくださいよ。答えてないじゃないですか。自分の発言なんだから、自分の発言なんだから、自分の発言を正確に答えられない人がいますか。もう一度発言、自分の発言を正確に言えない人がいますか。自分の発言を正確に言えない人いますか。自分の発言なんだから。どうぞ。委員長、今日は公共放送等に関して集中質疑です。まさにこの問題を取り上げるために今日は開かれたと私は理解しています。そのために会長にも来ていただきました。経営委員会が開かれたのは1週間以上前です。議事録はどうとかという問題でございません。ご自分がその場で発言した内容はどういう内容でしたかということをここに私は聞いているんです。議事録にそれが計画に反映されているかということを聞いているわけではないんです。ご自分がその時に言われた内容を正確にここで言ってくださいということを言ってるだけなんです。これも答えられないのであれば、この予算委員会は何ですか。私がこの子で質問しているのは何ですか。この委員会は委員会になりません。委員長、ぜひ2月12日の経営委員会で茂木会長が自分で述べたこと、この場でもう一回言ってください。答弁させてください。日本放送協会会長茂木克人君、正確にご答弁をお願いします。正確に答弁お願いします。お答えいたします。何度も申し上げておりますが、この件につきましては経営委員会のマターでございます。従いまして私じゃなくて、私の手をすでに離れておりますので、経営委員会にお聞きいただきたいと思います。委員長、大丈夫。委員長、正確に答えてくださいって委員長言ったんだから、正確に答えてくださいって委員長言ったんだから。委員長の指示にも従ってないですよ。委員長の指示にも従ってない。委員長の指示にも従ってないよ。委員長は正確に答えてくださいって言ったんだから、受け止めてくださいよ。委員長は、委員長は正確に答えなさいって言ったんだから、即興止めてください。止めてくださいよ。止めてくださいよ。止めてくださいよ。それじゃあ即興を起こしてください。日本放送協会会長茂木克人君に申し上げます。一句
詳細に答弁を願っているわけではありません。その時の模様を正確にお伝えください。そういうことを言っているわけですから、会議の趣旨を十分理解してご答弁を願います。はい、お願いします。委員長の指示に従って。もみ勝夫君、委員長の指示に従って。お答えいたします、はい。先ほどから何度も申し上げておりますように、このことについては私の手を離れております。ですからぜひ、経営委員会の方にお聞きいただきたいと思います。私は何のために質疑してるんですか、委員長。委員長は一言一句じゃなく言ったじゃないですか。自分の発言を答えてと。自分の発言を聞いてるんですから。自分の発言なんだから、自分の発言なんだから、自分の発言なんだから、自分で自分で喋らせてくださいよ。本人の発言を、本人の発言を、本人の発言なんだから言えないわけないです。ご指摘ください。議事進行上、この際、経営委員長浜田君の、説明を求めます。お答えいたします。2月12日の経営委員会の議事録は現在確認作業を行っている最中で、次回の経営委員会で出席者の確認を経た後、来週末をめどに、公表する予定でございます。いやいや、ダメだ、ダメだ、そう言ったのかどうかですから、言ったのかどうかですから、そういう発言があったのかどうですか。静かに、静かに。そういう発言があったのかどうかですから、何言ってんですか。自分そういう発言があったかどうかなんだから、何言ってるんですか。大事な質問なんだ。もう一度速記を止めてください。
ご指摘ください。日本放送協会会長文見勝君に重ねて申し上げます。この議場の状況はご覧の通りであります。議事進行にもご協力を願いたい。そういう意味で今質問者の趣旨に対して自分の話せる範囲においてお答えを願います。率直に日本放送協会会長文見勝君、文見君、議事録のことを言ってるわけじゃないですから。自分が言ったセリフを、委員長のお言葉もありましたけれども、私はこの私が経営委員会で言ったことは私の手を離れておりますので、しかも1週間後に先ほど委員長から説明がありましたように、議事録、正式な議事録が出てきますので、ぜひそれを読んでいただきたいと。それが正式の全然ダメです趣旨を、委員長ことになりますので、委員長は相手趣旨を、委員長の趣旨を踏まえてないじゃないですか。議場の委員長の趣旨を踏まえてないじゃないですか。静かに。委員長の趣旨を踏まえてないじゃないですか。委員長の権威もない。委員長の趣旨を全然踏まえてないじゃないですか。言うな、その次もう一回質問。委員長の趣旨を全然踏まえてないじゃないですか。大串博志君、質問を続行してください。委員長の趣旨を、委員長の。大串博志君。経営委員会で発言した発言は自分の手を離れているので、ここで自分の発言とはいえども答えることができませんというふうにおっしゃいました。それは NHK のルールなのかもしれません。しかし NHK の会長として国民の皆さんに自分の考えを説明し信頼を回復するという責任があるはずです。そして今回の集中質疑はその場であるはずです。で、かつ事実として申し上げますと、経営委員会における各委員の発言に関しては、議事録が出る前にも、経営委員長がブリーフィングを経営委員会の直後に行う際に、誰々委員からこういう発言がありましたということは申し述べているケースもあります。実際に1月12日の際にも百田委員がこういうふうに言った等々のことを議事録を確認する前に経営委員長が喋っているケースもあります。ですから必ずしも議事録がそれは記者経営委員会委員長の記者ブリーフィングというもので公表もされています。そういう中でありますので、自分が喋った内容が議事録ができるまでに外に出るわけにはいかないというルールには NHK においてはなっていません。そういう中ですから、ご自分が発言した内容をもう一度ここで言ってください。NHK の信頼の回復をしたいとおっしゃるのであれば、どの発言にどう問題だったのかということを述べて、どこが悪かったのかということを言った、この発言をこの場でどうだったのかと、きちんと説明してくださいということを NHK 会長の資質に訴え、私申し上げているんです。ぜひ、茂木会長に申し上げます。当時、どういうふうな発言をされたのか、NHK の信頼を回復したいというふうに思われるのであれば、議事録の公開ということで言わないで、自分で責任を持って自分の発言としてどこが悪いのかと言ったかどうか、この場でお答えいただきたいと思います。日本放送協会会長文見勝君。文見君、質問の方もう少し考えろよ。お答えいたします。何度も同じことを言って申し訳ございませんけれども、 NHK の組織を考えていただきますと、経営委員会と執行の部分というのはきれいに分かれております。経営委員会で申し上げたことはすでに経営委員長の責任のもとになっておりまして、先ほど委員長がお答えになりましたように、今度の経営委員会で経営委員全員が合意して議事録ができることになっております。私の立場からこれを申し上げられないことをぜひご理解いただきたいと思います。
大串博志君。では経営委員長にもお尋ねしたいと思います。経営委員長も大変重い責任をこの後において持ってらっしゃいます。茂木会長が前回の経営委員会で自分の発言がどこが悪かったのかというふうな発言をされたかどうか、 NHK の信頼を回復できるかどうかにおいては極めて重要、そのことを判断する経営委員長の責任も極めて重いものがあるというふうに思ってます。議事録を作成するまで本当に茂木会長の発言をここで言うわけにはいかないのか、 NHK の信頼回復に責任の一端を持つ経営委員長としてご判断をいただき、この場で述べていただきたいと思います。日本放送協会経営委員会委員長浜田健一郎君。先ほど委員からもお話ありましたけれども、ブリーフィングで、議論の概要は説明しております。ただしその場合には事前に各委員にこういう中身で公表しますという話をして公表しております。今般の事例につきましては、私どもとしては、先ほど申し上げましたように、今確認即記録を起こしておりまして、それを各委員に回しまして、それで即記録に間違いがないかどうかを確認作業を行っている最中でございますので、もうしばしお待ちいただければ、きちっとした形で、公表できるというふうに思います。はい、委員長。大串博志君。私はこのことをお尋ねするというのを昨日のうちからNHK の方にお伝えしております。委員の方に確認をする必要があるのでという経営委員長の発言でしたので、そういうことかなと思って、必要とあれば茂木会長に確認を取った上で今日ご両名から説明できるようにしてくださいということを申し上げても昨日からおりました。それでも今日ご説明がないということは、 NHK 自体として今回の1月25日発言に対して説明責任をしっかり果たそうとする内容が全くないということが非常に疑問点として思われます。もう一つ、それでは茂木会長にお尋ね申し上げます。先週木曜日の定例記者会見において、この1月25日の就任記者会見の発言の問題はもう済んだことだというふうに発言をされています。これはもう済んだこと、会長どういう意味ですか。茂木克夫君。お答えいたします。この前は初めての定例の公式記者会見でございました。従いまして私の記者会見の目的は、その日までの NHK のアクティビティというか、ちょっとについてですね、記者の皆さんに説明するというのが主要たる趣旨でございました。従いまして私がもう過ぎたことと言ったことはですね、すべてが終わったことなどという意味ではなくて、また私が申し上げた意味はですね、今回は公式の就任記者会見ではございませんので、定例の公式記者会見ですから、その時のことはもうあまり尋ねていただきたくないということを申し上げました。委員長。大串博君。こうおっしゃってますね。今日は定例記者会見ですから、もう就任会見のことはあまり聞かないでいただきたいと思います。さらに就任会見についてはもう聞かないでくださいと言った、それはどうしてかと聞かれて、済んだことだからですと言われています。済んだことなんでしょうか。1月31日原口委員からのこの国会質問の中で NHK 問題に対する集中質疑が求められておりました。この点、茂木会長はこの場にいらっしゃいましたから、そのような問題が、あるいは対応がまだ必要だと、つまりオンゴーイングの問題であったということはご存知のはずです。にもかかわらず就任会見についてはもう済んだことだというふうにおっしゃっていらっしゃる。説明責任をほとんど果たしていらっしゃらない中で、
この問題は済んだことだというふうにおっしゃっている。今 NHK に必要なことは私こういうことだと思っています。すなわち自分の1月25日の発言が何であったかという正しい理解をし、それに対して従前なる説明責任を果たす。何度聞かれても何度聞かれてもきちんと説明をしていく。そしてそれを信頼回復につなげる。これが NHK 会長として必要なことなんだろうというふうに思います。ところが1月25日以降の茂木会長の発言は個人的な発言ですから取り消させていただきたいということのみであって、十分な説明責任を果たしているとはとても思えない。しかも先ほど自分が経営委員会で述べたことすら議事録という形を盾に答えない。これで本当に会長の職を務める職責を担う能力、指揮権持っているのかというふうなこと、疑問と言わざるを得ません。この点を述べさせていただいて私の質疑を終わらせていただきます。